ペテロ、イエス・キリストの弟子で、十二使徒の一人、イエスに弟子の中での主位権を認められました。一番弟子的な位置づけで、弟子たちの指導者です。ペテロには人間を取る漁師という有名なエピソードがあります。ペテロは漁師でした。毎日毎日船で漁を行っていましたが、ある時人生に疑問を感じるようになりました。このまま一生漁師でいいのか。ある日ペテロはいつものように漁に出ましたが、なんとこの日は一匹も釣れませんでした。成果も上がらず、その日の漁を終え岸に上がると、ある人物が近づきこう言いました。私を船に乗せてくれませんか。このある人物こそイエスです。ペテロは疲れも見せず快諾し、イエスを船に乗せて漕ぎました。岸に大勢の人が集まってきました。イエスは集まった大勢の人に教えを説きました。ペテロはその教えに聞き惚れてしまいました。そしてその日、漁で全く魚が取れなかったことを言いました。イエスはもう一度その場で漁をするように言いました。ペテロは言われるがまま、網を下ろすと、なんと大漁です。とても驚きイエスがただものではないことを感じたペテロは、一番悩んでることを相談しました。私はこのまま漁師で終わってもいいのか。イエスはこう言いました。私について来い。あなたを人間を取る漁師にしてあげる。こうしてペテロは、日々イエスから話をたくさん聞き、その話を人々に伝えました。ペテロはやがて何千人の前で話すようになり、本当に人間を取る漁師になったのでした。もともと短気で気性の激しいペテロでしたが、イエスの話を聞くうちに大勢の人に慕われる人物になったのです。カトリック教会の総本山であるサン・ピエトロ大聖堂の主祭壇の下からペテロの遺骨が発掘されました。なお、カトリック教会ではペテロを初代のローマ教皇とみなします。これは天の国の鍵をイエスから受け取ったペテロが権威を与えられ、それをローマ主教としてのローマ教皇が継承したとみなすからです。